どうもすすみませんハンキューハイの結果分析です1着ベストアクター2着繰り上がりでフィアーノ・ロマーノ3着膠着でダイアトニックでした大外れでしたまあここのクリノ・ガウディの 森太郎騎手のうまく乗れなかったっていうことに関してはまだ可愛いもんかなっていうような感じですね。まあ中山記念のウェインブライトとかだとびっくりするような感じになるんですけれどもまあこれくらいだったら若手ジョッキーでまあちょっと重症に飲まれたっていうような競馬かなっていうような感じではありますね。で、まあ、やっぱり栗のガウディはすごい馬ですね。本当に馬が良くなってますね。 まあここだと確実に上位3頭には入りますんで、パドック見てて上位3頭に上げれないような人だったら馬を見れないっていうぐらい、それぐらいいい馬になってきたなっていうような感じですね。で、まあ、半球杯は大体の傾向としてですね、道中打ち目で前に壁を作りながら足を溜めて馬が構想する傾向にあって、で、栗のガウディはもう余計なことをせずに3、4番手のうちですね、そこで 前に壁を作って足を溜めることができたので、まあだからこそ3番手の内がベストっていうふうにレース前にも言ってたんですけれども、まあ、それをやらずにわざわざ外に出して3番手の外っていうような感じですね。まだ2番手ぐらいまでだったらですね、そこまで極端に難しくはないんですけれども、2番手の外と3番手の外っていうのは全然違うんですよね。3番手、4番手のそれぐらいまで外まで行っちゃうと、 乗り方がが難しいいっっててうところがあってですから、まあ、基本的には若手ジョッキーとか技術的にあんまりレベルが高くないジョッキーに関してはなるべく番外は2番手まででなるべく前に壁を作るっていうことできればこういうような開幕集だったら左右内の内らし沿いで前に壁を作って直線落ち着いて真ん中どころ外に出すっていうそれが基本かなっていうような感じがあるんで まあ前に壁を作って競馬をしてれば、ダイアトニックとか、あとはフィアノロマーノとか、その辺が取った進路を余裕で取れたと思うんで、もう手応えと能力がクリノガウディは違ったと思うんで、それで全然馬券になってたかなっていうような感じはありましたね。まあそうすれば、ダイアトニックかフィアノロマンダイアトニックが前になったと思うんですけれども、その後ろのフィアノロマンドとかは進路が開かなかった可能性もあるんで、やっぱりクリノガウディが そういう形で外行ってくれたおかげでフィアノ・ロマーノ進路が空いたっていうところもあったかなっていうような感じでありますね、まあ、結局フィアノ・ロマーノとかここでは上位の能力はないのに川田騎手がそういう立ち回りと腕で持ってきたっていうような感じもありますねそれとですねどうしてもですね今回人気はなかったにしてもあとは着順は良くなかったにしても 取り上げてておきたいい馬がいてそれはまずとストーミー・シーほどではないんですがレインボー・フラッグも触れておきたいなっていうような感じで特にもうストーミー・シーなんかはですねもう以前からずっとこの馬は能力が高い強いっていうことを言ってきてでも追い込み客室でさらに追わせるところがあっていいジョッキーをほとんど乗せてないっていうところがあって。 能力を出し切れてない、結果が出てないっていうような馬なんですよね。で、今回、ストーミーシーは、もうパドック解説とかに酷評されてたんですけれども、まあでもいかにもいい馬っていうような感じで、パドック解説者が、競馬評論家がちょっと、不穴、目が不穴だったんですけれども、まあ結局はレースでも足を余したほどいい足を使っていって,て、で、まあ、この馬に関しては以前から言ってるんですが、 アーモンドアイとかその辺にはかなわないんですけれども、レースレベルが普通ぐらいの安田記念だったら、足を貯めて追い込む競馬がハマれば通用するレベルの馬なんですよね。で、結局はこの辺のストーミーシーとかは、騎手で損してるところがあって、まあやっぱりその、他の馬たちっていうのはルメール騎手だの、なんだの、本当すごいレベルのジョッキーたちが乗ってて結果が出ててっていうような、 そういうような形の中で、逆にストーミー C なんかは機種に恵まれずっていうようなところで結果が出てこなかったっていうような感じで、で、ここのメンバーでもこれだけ能力があって強いのに単勝160何倍とか、こういうことがあるのが、たまにあるのが競馬なんですが、ただストーミー C に関してはずっと息の長い活躍というか、まあ調子落ちた時もあったんですが、まあ本当に馬はずっと 長いこと大きな故障もせず頑張ってきた中で、こういったような全く報われないっていう、まあ馬が好きだったら、競馬が好きだったら、まあ僕は少なくとも、まあ本当になんかもどかしいというか悲しい気持ちになるというか、このままストーミンー,ーは競争生活を終えるのっていうような感じになっちゃうんですよね。ですから、オーナーのミルファームさん、 調教師の斎藤誠調教師はですね、やっぱり人優先主義っていうところをまず断ち切ってでも、まあ、せめてストーミンシーンにだけでも、そういうところを断ち切って、本当にシビアに結果、馬のために、馬の名誉のために結果を残してあげるんだっていうような気持ちでやってほしいですし、まあ、本当にストーミンシーンにもしルメール騎手が乗り続けていたとしたら、重賞3つは僕は確実に勝ってたと思いますし、 もしかしたら5勝以上とか、だいぶ勝ってて、まあ、もしか、まあそういうふうに結果が出たら、間隔を上げて使ったりだとか、あとは引退が早くなったりとかして、もう死母馬になってる可能性もあるんで、なってた可能性もあったんですけれども、まあそれぐらいの馬なんで、まあとにかく、まあ展開に左右されるっていうのもあるんですが、まずは動かせる、追ってギアを上げれるジョッキーで追い込んでっていうような形で、そこで、 まあそういう形でこれからはせめてやってあげてほしいなっていうふうに思うぐらいそれぐらいストーミーシーは素晴らしい馬ですねそしてレインボーフラッグ、まあ、レインボーフラッグに関してはストーミーシーほどではないんですがただやっぱり2戦続けてこの阪神1400メートル内回りっていう舞台がすごい合ってるなっていうような中でで、まあ、年末の阪神カップもこの阪急杯も同じような形で 後方で手応えよく回ってきて直線でも手応えが良くて、まあ、進路が開かなくて前が詰まってで苦し紛れに打ちついたら使える足が短いところもあるんですけれども止まってしまってっていうような感じで、まあ、もしうまくハマった場合だと上位に食い込めるっていうようなそういったような能力が常に秘めている中でこういったような形になることもあるっていうようなところですね、まあちょっと その気象的にというか、まあ、追って走るのをやめちゃうところもあるのででも能力が高いので阪神の専用とかだったら本当に追わずに、まあ、ラスト100か200で追うぐらいでもいいぐらいかなというような感じの手応えなんで、まあ、行きたいところにもスッと行ける器用さもありますんでそういった意味で、まあ、こういういうにもったいない競馬で人気はないんだけれども能力を秘めてる馬もいるっていうことですね。 こちらは勝ち時計と同中の細かいラップです。勝ち時計の1分20秒んはレコードよりも1秒ぐらい遅いんですけれども、まあ、前日に雨が降っていたので、まあ、そう考えると、まあ、そこまで悪くない時計だと思いますし、それなりの時計だとは思いますね。で、600メートルの通過が34秒1で早めなんですけれども、まあ、でもだいたいこの半球杯っていうのは、 ペースが速くなることが多くて、まあ、結構普通かなというような感じで、そのペースが速い中で先行したから不利になるというような感じのレースでもなくて、とにかく、なるべく前に壁を作って足を溜めてっていう馬が有利な形になることが多いレースですね。それは馬場がいいということもあるんですが、で、結果として今回も、 一着、二着、三着ともちゃんと前に壁を作って回ってきて直線勝負っていうような形の馬たちですよね。ですからクリノガウディの森雄太郎騎手もその辺に関して過去のレースをよく見て前に壁を作るっていうことを第一優先して内らチ沿いを通ってればっていうような感じですね。それでは右の方から一頭ずついきます。ジョイフル。ジョイフルは大きく出来は落ちた感じではなくてそれなりにいい出来ではあったと思いますね。 ただせっかく内枠引いたのに後方の外を回る競馬でもうやっぱり今回の競馬で外を回って追い込んで、まあ、しかも中途半端な仕掛けっていうような感じで、まあ、スマートオーディンの秋山騎手とかはまたもっと腹くくってしかもうまいジョッキーなんでレベルが違うのでそう考えるとやっぱりジョイフルはかなりロスのある競馬で、まあ、馬の能力を引き出せなかったなっていうような感じでありますね。 まあ、レース前にもちょっと川端基地州の自信のありそうな発言なんかについて不安視してたところはあったんですけれども、まあ、やっぱり、やっぱり慎重にならなきゃいけないところは慎重にならなきゃいけないですし、そういった中で自信を持ってっていうような形で、まあ、基本的にジョキーはあんまり後を引きずらないような、そういったような性格の人が多いので、まあそ、そういうふうに自信満々で思い切って乗るっていうことがいい方向を向くこともあるんですけれども、ただ今回に関しては、 というか前走もなんですが前走のシルクロードステークスなんかもっと簡単な馬場で簡単な競馬だったんですがああいうような感じになっててそこで反省しきれなかったっていうところが今回にも出たんじゃないかなっていうような感じありますね。ライラックからライラックからもうダッシュがつかず後方からでまあこの馬も外から後方外からっていうような感じですね。 まあこの間に関してはちょっとフットワークが大きすぎて馬群の中に入ってもどうかっていうような感じがあるんで、まあ、実際に今までも外に出すような競馬が多かったんで、まあ、この間に関しては外に行ったことはそこまで悪くはないんですが、まあ、とにかくまあこういうような急坂のある右回りコースとかになるとかなりレベルの高い終える感じのジョッキーじゃないとなかなか加速してくれないような加速するのにも時間がかかるようなタイプでもあるんで まあちょっと条件としてはかなり難しくて、しかもこういうばばですね、前が止まらないようなババコースっていうのは基本的にはあんまり合わないかなっていうような感じがあって、まあ、東京コースとか左回りだったらかなり好転する可能性がありますし、馬体なんか見たらすごく良くなってますんで、まあ、G3 ぐらいだったらいつでも通用してもおかしくない、そういったような感じにはなってきてると思いますね。ダイアトニック。 ダイアトニックはマイナス十何キロだったんですけれども、まあ、基本的に大きなマイナス体重って良くない方向に向くことが多いんですけれどもダイアトニックの今回に関しては問題ないというか逆によくなってたぐらいかなというような感じでありますね。で、まあ、北村雄一騎手がですねコメントでも喋ってたんですが今回はちょっと試してみるような感じにもあったと思うんですが。 先行させてっていうような形で最初はもう花切るぐらいの勢いで出ていきましたけれども、まあ、でもそこですっと下げて34番手のうちの方で足を溜めてっていうような形、まあ、今回の馬場やこのレースに関しては理想的なポジションを取ったかなっていうような感じで、まあ、そこから抜け出すっていうような形ですね、まあ、ただあん,あんまりですねメンバーが強くなったりタフな馬場になったりなんかするとこういうような先行策っていうのは この馬にとってはあんまり合わないと思いますね。素足の切れが鈍ったり甘くなったりとかしがちだと思いますし、今回に関しても、前の馬たちが止まってくれて、かつ進路がスコーンと空いたような感じでもあったんですが、それでもゴール前で甘くなったように、やっぱりポジションを取る場合にリスクが出てくるタイプでもあるかなっていうような感じではありますね。ただ、レース前の僕の見解と少し違ってたのはですね、 思ってたよりも脚力とか器用さがついてきたかなというような感じで、まあそこまで反応よくスッと抜け出せるとは思ってなかったんで、今までだと右回りの急坂のコースだともっと加速もたついたりとかそういうような感じがあったので、まあやっぱり馬が本当に完成期に入ったのかなというような感じで、まあ、前走以上の出来にもなってましたし、そういった意味でかなり馬が良くなっているなというような感じも見受けられましたね。それで、まあ今回の感じだと、 1200メートルにも対応できそうな感じになってきましたし、ただ、まあ、基本的にはですね、もうちょい後ろから追い込んだ方がいいというのと、あとは、まあ、左回りだと右回りほどはどうかなっていうような感じで、まあ、いかにも右回りの方が得意っていうような感じにはな左回りが苦手とかではないとは思うんですが、他の馬たちと比べて末、末足の持続性とかですね、瞬発力っていうところで少し、 劣る感じになる可能性も展開によってはあるんで、まあ、うまく立ち回って他の馬たちが止まる中で、すっと一瞬の足を使うとか、そういうような競馬ができれば高松の宮記念でもやれるかなっていうような感じはありますね。マイスタイル、マイスタイルはですね。やっぱり。少しバネが落ちてたなっていうような感じがあって、まあ,あんまりよくは見えない。バロックだったかな？っていうような感じはありましたね。 ただやっぱりワンペースにまとめられるような馬場でもあったんでそう考えたらスピードとあとは速めっていうような競馬ができればっていうような感じはあったんですがでもまあ2番手に控える形でですねそれでまあ結局は仕掛けも中途半端でな,なんか直線回ってきてから追い出すっていうような感じのスタイルで乗っててその点に関してはレース前にも言ったんですけれども まあ、とにかくその追い出して加速がつくのが遅かったりだとか、まあ、基本的には田中勝る騎手がその4コナー前後でスッと動かせないことが続いている馬ですし、さらに1400メートルっていうワンペース組の競馬だと、なおさらそういうところが欠点として出るんじゃないかっていうふうに不安視してたように、そう考えるとですね、もうその逃げてた西のラッシュはだいぶ能力的に下の馬で手応えもなかった馬なんで、早めん 前に抜け出すっていうぐらい、直線向いた時には一馬身ぐらい抜け出すぐらいな思い切ったことをした方が持ち味は生きたかなっていうような感じはありましたし、その方が多少動かしやすかった可能性はあるかなと思います。ただ、まあ、今回の感じ、今回の出来だとですね、馬券圏内は難しかったかなっていうような感じはあったぐらいなんで、ちょっとパドックの時点でいらないかなっていうような感じはありましたね。栗のカウディ。 クリノガウディは本当に馬っぷりが良くてですね、ここでは上位3頭には入る素質場だなっていうような感じはありますね。ただ、現時点での欠点というかですね、成長途上だなっていうふうに感じるのは、歩いている姿を見たら体全体が波打つような感じになるんですよね。これっていうのは体幹とかですね、体の軸がまだしっかりとしてない証拠で、 要すするにまだ未完成な馬っていうことですねもっとしっかりと安定したような感じで背中とかも動かなくてススッと足が出るようになれば最高かなっていうような感じでこういうような歩き方する馬っていうのはダート馬とか力のいる馬場の方がいい馬が多かったりはするんですが、まあ、でもまあこの 開幕週のババでもクリノガウディの能力を考えると、ここではちょっと1枚能力は上かなっていうようなぐらいのものはありましたね。1枚というか、まあ他にも2、3頭いい馬がいたんですけれども、その上位3頭ぐらいの能力の高い馬には入ってたかなっていうような感じなんで、とにかくまあ普通に余計なことをせずに、内列沿いで前に壁を作って足を溜めて直線、 空いたところ、真ん中ところを出すっていうような、そういったような形がベストだったかなっていうような感じでありますね。まあ、それで全然大丈夫なメンバーと展開で、ペースは34秒ぐらいだったら全然どうってことないと思いますんで、足さえ溜めればっていうような感じでしたね。フィアノ・ロマーノ。フィアノ・ロマーノは、まあこの間なりにはそれなりの仕上がりにはあったんですけれども、まあでもやっぱり瞬発力が足りないだとか、あとは 気象的にちょっと、まあ、集中しきれない感じもあるっちゃあるんですがそういった中で、まあ、中段よりもちょっと前で足を溜めることができてうちら地沿いで足を溜めることができてで馬場も良かったですしさらに動かせる川田騎手が乗ってるっていうことで、まあ、うちの方から比較的スッと進路も空いてっていうような形で、まあ、直線で ダイアトニックに進路を取られてそれで不利を受けてっていうような形になって結果として繰り上がりになったんですけれどもまあでももしダイアトニックがあそこに入ってきて不利を受けなかったとしてもですねあそこをすぐに抜けるほどの足がフィアノ・ロマーノにあったかというとちょっと多分加速に少し時間がかかってそのうちに前のマイスタイルがちに持たれるような感じだったんであそこの隙間がなくなってた可能性もあったかなというような感じで。 まあそういった意味で、まあもちろんそのじりじりと自分なりの足は使えるんですけれどもやっぱり瞬発力とか器用、まあ、さというところでもそこまでやっぱりここでは上位3頭に入る馬かというとそれはまずないなっていうような感じで真ん中より上にはいるかもなっていうような感じの馬なんですけれどもまあちょっとやっぱりこういうふうにまあいい状況を乗せてるっていうこともあるんですけれども結果 ほどは強くはない馬かなっていうような感じですね。まあ、スピード、能力的にも力のいる馬場とかパワーということに関してはある程度ありますし、しぶといところはあるんで、こういう OL 機種を乗せてればいいところがありますし、まあ、高松の宮記念は馬場が悪くなって、しぶとさ勝負みたいな消耗戦みたいになる時もあるんで、そういう時には構想する可能性はあるんですけれども、ただ、やっぱりまともに瞬発力とか能力勝負っていうことになると、 G1 では足りない馬かなっていうような感じですね。ステルビオ。ステルビオは休み明けでも大体仕上がることが多くて、まあ、形は良かったと思いますね。ただやっぱりその筋肉の質とか躍動感とか、そういったようなものは落ちてるかなっていうような感じで、まあ、これ使ってどれぐらい良くなるかっていうような感じだと思いますね。まあ、でもこれぐらいの形でできてたら次は良くなる可能性が高いと思いますし、 まあなんか、馬体なんか見てたら、短距離の方がいい感じになってきてますね。ですから、ここで中山記念を使わず、こっちの半球杯使って、そこからステップで高松の宮記念多分行くんですよね。それは、すごく賢い選択なんじゃないかな、というふうに感じるようなところがありますね。まあ、もしかしたら、単純に、短距離向きに馬体を作っているところもあるのかもしれないんですけれども、 それで例えば次がスプリンターズステークス中山の1200とかだったらそれはちょっと不安になるんですけれども高松の宮記念は中京の1200メートル左回りで直線も長いコースなんでそう考えたらステルビ病に結構合うんじゃないかなっていうふうに感じていてもしこっから確実によくなって出走してきてしかも丸山紀州とかいいジョッキーが乗るんであれば ステルビオは結構高松の宮記念は狙い目になるかもなっていうふうに思うぐらいで、まあ、僕は結構期待してる馬ですね今回の内容に関してはですねまあ、ちょっとごちゃっとしたところにいたんですがまあでもヒオに立ち回ってスッと抜け出すだけのそ,そこまでの瞬発力は今回はなかった感じでもあるんでまあハマってどこまで行くかっていうような感じぐらいな馬でしたんでそう考えたらまあその まあ恵まれないとなかなか勝ち切るまでは難しい条件ではあったかなというような感じなんで、まあ、とにかく次だなというような感じはありますねサフランハートサフランハートはやっぱり徐々に良くなっているんですがちょっと腰回りとかその辺の厚みが足りないかなというような感じで胴、まあの部分とかその辺がしっかりしてくれば復調するかなというような感じではありますねでこのまとにかく基本的には前に壁を作って足を貯めるべきなんですが まあ先行して行為の外外を回ってそれで自滅するような形で、まあ、せっかく馬が良くなってきてる最中なのにああいうことしたらまた調子を崩したり気持ちが切れやすくなってしまうところがあって本当に余計なことをしたなっていうような感じはありますね。ディーー。プダイバー ディープダイバーもやっぱり力強さが足りないですし、また、ただ歩いてるだけっていうのパドックで調子が全然戻ってないなっていうような感じありますね。で、中段のいいところで足を溜めれたんですが、外に出しても全く伸びずっていうような感じですね。まあ、なるべくダートとか、かなり力のいるババとか、あとは距離も短い方がいいかなっていうような感じはありますね。ストーミーシー、ストーミーシーについては、まあ、確かにその、 歩き方とか少し硬いとことか小鼓気味に見えるような感じもあるっちゃあるんですけれどもまあでも基本的に馬体の素晴らしさ後ろの素晴らしさとか、まあ、いかにも能力が高いなっていうような感じででそういった中で今回に関してはですねレース内容なんか見てても、まあ、後方から馬群を縫いながら直線外面出してというような形で伸びてきたんですが まあ以前ほどの不器用さがなくなってきたかなっていうような感じでですから加速がついてからだと結構スッと伸びましたよねまあ本当にまあ、あとはジョッキーがうまく乗れるかっていうところと展開がはまるかっていうだけでまあ、最初にも言ったんですがとにかく安田記念とか G1 を狙えるレベルの馬ではあるんでハマれば通用すると思うんでとにかく これからはいいジョッキー、最高のジョッキーをなるべく乗せるんだっていうふうに陣営にはやってほしいなっていうふうに思いますね。ロジクライ。ロジクライはやっぱり力強さを変えて調子を崩してきたなっていうような感じですし、まあもともと気難しいんですが気象的にも物足りないような感じがあって、で、まあ中段か中段よりもちょっと前で、 いいところにはいたはいたんですけれども全く伸びずっていうような感じで、まあ、気持ちも切れてるなっていうような感じがありますね、まあ、僕はもう本当にいい状態で高松の宮記念とか出走できたらかなり期待できたかなっていうふうに思ってたんですが使っていくうちにだんだん加工してきてるなっていうような感じでちょっと菅井厩舎も以前ほどの勢いを感じなくてなんか最近は気難しい馬とか中身ができてない馬とか レインボーフラッグレインボーフラッグは、まあ、確かにもうちょっと8切れんばかりの肉付きの良さとか躍動感があった時はあったんですが、まあ、でもそれなりに力は出せるすっきりとした仕上がりではあったかなというような感じではありますねまあ、来としては8分あるかどうかぐらいだったんですがただとにかく この感じでも全然手応えよく回ってきて直線でも手応えが良くてっていうような感じでまあ後方の打ち目で足をためれたっていうのもあるにしてもなかなかここまでこの阪神内回1400メートルの適性を感じるような馬はいないので、まあ、この舞台でどっかハマる時があればっていうふうに思いますねハッピーアワーハッピーアワーもですね馬体面に関してはだいぶ良くなってきましたねまあただやっぱりその 3歳の春のファルコンステックス、中距離1400メートルで構想した時と比べると、素足のキレが鈍ってるというか、なんか、ま、バタイがまとまってきたような感じで、バランスは良くなってるんだけれども、その分破壊力が落ちたかなというような感じはあるっちゃありますね。でもですね、なんとなくですね、このま、左回りの12とか14に変わったら激変する可能性があるタイプかなというふうに思っていて、 馬体面に関してはもうだいぶ問題なくなってきてるんでもし左回りの12004とか使って足を貯めるような形でいいジョッキが乗った場合だと相手次第ではですね穴馬になってもおかしくはないのでそろそろなんかそういうようなタイミングになってきたかなというような感じはありますね。ベストアクター。 ベストアクターは前奏もかなり出来が良くて、まあ、今回も同じぐらい出来が良かったかなというような感じはありますね。まあ、ただ、不安視してたのは右回りで、まあ、右の後ろの踏み込みが少し甘いというところがあって、それでもしかしたら右回りだと左回りほど足が溜まらない可能性があるとか、素足の持続性がどうかとか、いろいろと不安もあったんですが、まあ、結局、中段のいいところで足を溜めることができて、 ま、直線向くまで手応えよく回ってこれたんですよね。コーナーから手を動かしてっていうような感じとか、ロングスパートとか、外を回ったりとか、そういうロスがあったりなんかしたら、右回り響くとは思うんですけれども、ああいう風に手応えよく回ってこれて、しかも、内から外へっていうような基本的な形で、スコンと開いて、まあ、直線向いてから、その、加速体勢に入るような形ですね。ああいうような形になると、右回り、左回りとか、 あまり関係なくなるのでそういった意味で自分の形で足を使えてでそれなりの足を持ってる馬なんでっていうような感じですねただやっぱりうまくハマった部分もあって他に能力を出し切れなかった馬たちが多かったですし、まあ、伸びてる馬も少なかったところもありましたんでそういった意味でもう一回やったら勝てるかというと またその確率的にはですね、そんなには高くないっていうような感じで、まあそれは他の馬たちについてもそうなんですけれども、まあ今回はなんかいろんなものが噛み合ったなっていうような感じあります。で、安田記念でどうかなんですが、まあやっぱりちょっとまだもう少し力をつけないと能力的なもの足りないかなっていうような感じがあるんで、まあ左回り東京は得意なんですけれども、まあでもやっぱり相手が強くなったら少し割引が必要で、例えば 後ろから行って足をためにためて他の馬たちが自滅するのを待って素足勝負とかそういうようなハマるのを待つとかだったら通用する可能性はなくはないんですけれどもまあ基本的にまともに中断とかそういうところから正攻法の追い込み競馬をしていったらまだ足りないかなというような感じはあるんでまあこ,こ,ここでもやっぱり上位3頭に入るかというとまだそこまでは来てないなというような感じありますね西のラッシュ 西野良氏はやっぱり馬が硬くなってて調子を崩してるなっていうような感じなんですがまあでも思ってたよりも行けましたねあんなに行けるんだから大したもんだなっていうふうに思いますしまあローカルのもっと短い距離で相手関係恵まれたら少しはいいところ出るかもなとは思うんですがまあでも基本的にはまあ行けただけっていうような感じでもあるかなというようなところですねアンバル アンバルはですね、やっぱり前走と比べてちょっと気象的に気持ちが切れてそうな感じがありましたし、馬対面に関してもちょっと物足りない、まあ普通使ったらちょっと厚みが増したりするもんなんですけれども、まあなんか筋肉なんかも物足りなくて、まあ、やっぱり気難しい中で調教が身に,身になってないなっていうような感じがあって調子を崩してますね。まあただそういった中でも7分ぐらいはあると思うんで、 やっぱりそうですね、ポジションを取りすぎたっていうところが、今回の奔走の原因の一つでもあるかなっていうような感じで、まあ、中段のばらけるところで、比較的足が止まるところにはいたんですけれども、以前のアンバルだったら、あれでも全然問題なかったんですが、だんだんとその、大飛びで不器用で加速するのに時間がかかって、あとは気持ちが切れやすいっていうところが出てきてるんで、い旦ですね、今はもう最高峰にこだわって、直線勝負だけにこだわる。 後ろからの方が勢いつけやすいんで気持ちも切れにくいっていうところもあるんでそういうような形で復調を待ってっていうような形じゃないとっていうふうに思いますねまあもう調子が戻らない可能性はあるんですけれどももしかしたら秋のスプリンターズステックスまでに復調できる可能性もあるのでとにかく腹くくった乗り方にこだわった方がいいと思いますねラビングアンサーラビングアンサーはバタイメン素晴らしくて まあ前走と同じぐらいか前走以上かもなっていうぐらいすごい馬がいいんですよね。ただ後ろからになってですね、で、まあ進路取りももう慌てて空いたとこ空いたとこ行こうとしてっていうような感じで、まあ、全部裏目に出て前がどん詰まりで、特に直線の入り口なんかほんのコンマ何秒か待つだけで外がスコーンと空いてるのに、そこは待てないっていうところがまずありますよね。まあ私本当に 1> ここ1年ぐらい全然馬を動かせなか動かせない日が多かったりだとか調子のいい日がすごく少なくなってきててで、まあ最近なんかも有力馬にバンバン乗りまくってて全然結果が出ないっていうような感じが続いてますんで、まあ安定感がなくて3着以内率が2割ちょいぐらいまでしかいかないっていうような感じなんですが、まあいい騎手が乗れば3割5分とか4割とか行くような馬に乗ってるんですよね。 まあ2018年シーズンとかだったら私は比較的調子がいい日が多かったんですけれどもまあなんかここ最近はなんかそういうような技術的な面もですねこういう焦りにつながってるかなというような感じもあるんで、まあ、思い切りのいいところが持ち味ではあるんでまた G1 とかでたまたまその私の良さというところが出る時もあるかもしれないんですが まあ今回に関しては、やっぱり悪いとこしか出なかったな、というような感じではありますね。で、馬に関しては、まあ、あそこで待って外に出してたとしても、そこまで切れる足はないので、まあ、さすがに掲示板までは届かないかな、というような感じなんですが、確実に3馬身、4馬身ぐらいは、3馬身前後ぐらいは、確実にロスになってますんで、まあ、そこはもったいなかったな、というような感じはありますし、 まあ、レース前に言った通り、逃げられたりすればですね、このままここでも勝ち負けしてもおかしくない馬ですし、まあ、逃げられなくても、例えば3番手の位置とか、うまく前に壁を作れたりとか、そういうような競馬だったら通用したと思うんで、もうフィアノ・ロマンドとかその辺とは能力的には変わらないので、人気は全然ラビングアンサーないんですけれども、それぐらいの能力は今あるんで、調子のいいうちに結果残してあげてほしいなっていうふうに思うところはありますね。 まあ基本的にやっぱりギリギリになると終わせるところがあって、私とは手が合わないので、どういうポジションでもどういう展開でもある程度動かすということに関しては、レベルの高いジョッキを乗せてあげた方がいいかなっていうふうに思いますね。まあ本当にラビングアンサーいい馬になりましたね。スマートオーディン。スマートオーディンはですね、まあ一回使ってやっぱり確実に良くなってましたね。で、もともとこういう 右回りの線用っていうのが合うような感じになってきてるんで、で、腹くくって後方から直線勝負っていうのがベストなんで、まあ、それで秋山騎手、まあちょ、ちょっと外は回る形は外枠だったんでしょうがなかったんですが、それでも秋山騎手はうまいんで、その外を回るロスを軽減してるっていうところもあるんで、それで最後伸びてきてっていうような形ですね。ただ はまりきらなかったっていうような感じで、まあ一回確か同じ阪神の専四でしたよね。どハマりして足を溜めて藤岡雄介騎手で大外からぶっ飛んできたことありましたよね。ああいう競馬がベストで、まあ今回も似たような競馬ではあるんですがちょ、ちょっとその時よりもロスがあったり、はまりきらなかったっていうような競馬ではあるかなっていうような感じですね。まあ、もうちょい内枠入れたら、 まあ、先行するとダメなんですけれども、中段か中段よりもちょっと後ろあたりからっていうような競馬もできるっちゃできると思うんで、まあそういう意味でまず枠もこういうような感じで、あれでしょうがないかなっていうような感じで、この枠でできうる最高の競馬をした方かなっていうような感じですね。で、このタイプは基本的にはコーナーからペースが流れやすい右回りとかの方が合うかなっていうような感じで、 東京コースとか直線の長いコースだと意外とハマらないレースが多いので、左回りがダメとか東京がダメとかいうことはないとは思うんですが、まあどちらかというとハマりやすいのはこういうようなコースっていうようなことですね。で、もともとはこの馬は中距離使っててクラシック候補だったんですけれども、やっぱり馬がだんだんと変わってきて,て今はちょっとタイプが違ってきてるんで、こういうふうに馬が変わっていくっていうこともですね、 まあ、一つの競馬の勉強の中でですね学べることかなっていうような感じでもありますね。以上です。失礼します。